中根茂一中根茂一から1906年9月16日は、明治時代の医師、官僚、貴族飲食機関長などを務めた、夏目漱石の義父、道草五十の父のモデル、ビンゴ福山藩士、中根忠春の長男として、江戸藩邸で生まれる。明治4年更新生として上京し、大学登校に入学し、ドイツ語を学んで、卒業前に退学した。 1875年3月、東京書籍館並博物館雇いとなる。1877年6月、新潟県雇いに転じ、新潟医学所のドイツ語通訳研助教を務めた。1881年7月、新潟県を辞して上京し医師から管理へ転じた。1882年3月、大乗官御用係に任じられ、 外務省御用係、同翻訳官、法制局参事官、県臨時帝国議会事務局所機官、法制局所機官、貴族院員所官長、行政裁判所表彰官などを歴任。1九百年十月、内務大臣となる、元上司の末松県庁からの要請で地方局長に就任したが、1九百一年六月、末消の内省辞任に伴い休職し、同年十二月、 疑願面本館となり退官した。退官後は無職となり、相場で失敗するなど、経済的に困窮したため、娘婿である夏目漱石が資金の援助を行っている。ありがとうございます。